メインの方入っちゃって、あ、それ正面止めちゃって。僕までようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつまで？ここは11までここにいて。だいぶ、はい、感じは順調になってます。またでかくなった、はい、まあ、ちょっと増量して、はい、増量して背番号、背番号は軽くしよう。そうですね、仕上がりすぎてない。いや、まだまだです。まだもうちょっと、はい、もうちょっと上げていけたらなと思います。バルバル。まあ一番いいのは夏休みだね。どっかで終わってみなきゃ分からないけど、そういうことは別に地味に取り組むんだ。またでかくなってんじゃないか。はい、ちょっと170キロ出るようになった。15ぐらいです。変わってないんだよ。俺が見るから67とかですよね。なんか秋の苦労したっすけど。苦労した。しかも行けたらダイソーじゃなくて一番センターとかだな。チームでも一番センターないのにね。はじめまして、いただきます。いかがでしょう。監督のいいところです。お願いします。順調ですか。はい、順調です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、昨年ね、横山投手、藤原投手、選手が来ていただいたんで、まあ、その選手の2人の、ね、話だったり、まあ、今回ね、春に呼びたい選手っていうところの話はさせていただきました。そうですね、実際あの距離で見るのは新人の頃以来なので、やはりね、まだ仕上がってはないなと思いますけど、十分いいボールを投げてましたし、この時期にしては素晴らしいかなと思いました。いや、もう体つきもそうですし、ね、一人だけね、前から投げてんじゃないかくらいの、さらに前から投げてんじゃないかっていうぐらい、なんか近いなっていうのは感じましたので。それだけね、体つきもそうですし、圧感も出てきたのかなと思いますけど、いや、ボールの、ね、強さもありますし、ボールの球の切れもありますしね、落差の大きいフォークボールもありますので、十分ね、代表に入ってこれる選手だと思ってますし、仕上がりはね、抜群かなと思いましたね。もうある程度仕上がってきてるのかなと思って見てました。やはりね、まずは、ね、チームでレギュラーとしてっていうところです、ね、いい成績出して、秋に来てほしいなっていうのはありますし、まあ、和田選手ね、
足もありますんでね、あのその辺はレギュラー取ってっていうところは期待はしてますけどね。まずは怪我ですよね。あのキャンプも含めてレギュラーシーズンもそうですけど、あの怪我だけには十分気をつけて、どの選手もねキャリアハイを目指して頑張ってほしいなと思いますけど、ね。